こんにちは、神の神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井と受付カウンセラーです。前回もお知らせしましたが、はい、一応7月の27日の水曜日ですね、はい、20時から YouTube ライブがありますので、はい、ぜひわからないことあればどしどしコメント欄に記入をお願いします。そうですね、初めてのライブなんですけど、まあ、はい、内容もね、皆さんね、こういうなものがやりたいな、まあ、大体考えてるのは AGA について、そして、まあ、多分植毛って皆さん知らないと思うので、どういったものが植毛、どういった人がいいのか、植毛についてもですね、できれば解説したいなと思っています。はい、ぜひコメントお願いします。はい、はい、それでは本日の質問ですが、はい、まあ、これからの季節ですね、なんか日焼けをすることって多くなってくると思うんですが、頭皮を日焼けしてしまうと何かこう AGA の進行進んでしまうとか、そういったことってあるんでしょうかという質問です。はい、そうですね、すごく重要な質問ですよね。で、答えはイエスですね。やはり、まあ、これはですね、鶏と卵っていうね、例えがよくありますけども、どっちがあれなのか、つまりその AGA が進行すると当然髪の毛薄くなるので日焼けしやすくなるんですね。で、日焼けすると頭皮が硬くなって炎症を起こして、そして環境としては悪くなるので余計薄毛が進行してしまう。で、逆に AGA 治療して良くなってくると今度は日焼けもしにくくなるというですね、そういうパターンですが、どっちがどっちなんだっていうことになるんですけど、まずはやはりですね、 AGA 治療を開始している時は、髪の毛あまりないので守っていただきたい。で、それには帽子とかですね、まあ、外出避けたり、どうしてもの時は帽子とかですね、なるべく日が当たらないように。で、その時今度はずっと帽子かぶってると蒸れちゃうんじゃないですかっていう、そういうこともよく聞かれるんですけど、まあ、それもイエスなので、時々やはりこう帽子外して、蒸れてきたなと思ったらですね、頭皮環境を良くして、あげたい、あげていただきたいというのが私の考えですね。ただ、それによって直接 AGA とは関係はないんですね。ですから日焼け守るから AGA がストップするわけじゃないので、やっぱり飲み薬、塗り薬で治療するっていうことはもう基本なんですね。で、AGA が治療されて髪の毛たくさん生えてくれば、もう安定していれば多少日焼けもね、しなくなりますでいいんですけども、やはり AGA の治療まだ開始したばかりですね、薄い方とかさらにですね、頭皮環境に気をつけていただきたいなと思います。はい、クリニックでも販売しているのの日焼け止めとかも、はい、なかなか塗れないですもんね。はい、塗れないですね。そういったものも活用して、はい、ぜひ。あんまり塗るのも良くないですし。そうですよね。はい、で、例えばサングラスですよね。日焼けって、目から入ってくる紫外線によっても日焼けしてしまうので、その飲み薬とかサングラスとかいろいろなことでね、日焼けを注意してくださいね。はい、はい、これからかなり日焼けしやすい時期も続くので、はい、ぜひ対策をしっかりとしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、この神の神チャンネルでは皆様からのご質問や、あと AGA についての解説を行っていきます。何かわからないことございましたら、いつでもコメント欄にご記入ください。はい、ライブも期待してください。はい、ぜひお願いします。はい、はい、この動画が良かった、ためになったなと思ったら、チャンネル登録、高評価ボタンをお願いいたします。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。